はい、3人ともこんにちは。こんにちは。ハロー。ハロー。ハロー。はい、ムニエル太郎さんこんにちは。こんにちは。はい、マッチョマンタツキさんこんにちは。こんにちは。はい、ヌルヤディさんハロー。ハロー。はい、というわけでね、3人から今日発表があるっていうことでね、記者会見をこう開かせてもらいましたね。で、3人からの発表なんですけど、チームリーダーのマッチョマンタツキさん、はい、今日の発表は何ですか？YouTube デビューを一緒に、はい、しました。あ、やるんですか？3人でチーム組むってことですね。はい。あ、わかりました。チャンネルのコンセプトはどんなやつやるんですか？大食いとか、はい、ナンパとか、はい、なんか喧嘩自慢とか、どんな感じですか？そうですね、自分の好きなことをちょっといろいろ上げていこうかなと思ってた。はい、はい、はい。それを3人でやるってことですね。はい、あ、わかりました。じゃあ近日公開ってことで大丈夫ですかね？はい、わかりました。私のこのチャンネルでも、ちょっとリンク貼らせてもらいますんでね。視聴者の皆さんにね、楽しんでもらいたいですよね。はい。じゃあ、メンバーの、ね、メンバーのムニエル太郎さん。はい。はい、何か一言お願いします。視聴者の皆さんにチャンネル登録してくれとかなんかあったらお願いします。はい。チャンネル登録。OK です。OK。意味は伝わりましたよ。視聴者の皆さんに意味伝わりましたよ。ね。今日本語勉強中ですからね。一日ね、3時間勉強してますからね、頑張ってね。はい。じゃあ、ヌルヤディさんからも視聴者の皆さんに一言何かお願いします。チャンネル登録、よろしく！はい、ありがとうございます。はい。ヌルヤディさんは日本の女性からなんかすごいことになってるみたいですけど、なんかどういう状態になってるんですか？モテて、はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあチームリーダーのマッチョマンたつきさん、はい、はい、何か視聴者の皆さんに一言、得意分野っていうと、はい、チームリーダーのマッチョマンたつきさんは特に格闘技めっちゃ強いじゃないですか。はい、やっぱり格闘技の何か技とかも教えてもらえるんですかね？そうですね、はい、初心者の人とかね、上級者の人にもね、得意のね、サブミッションとかちょっと教えてってもらえばね。はい、ヤディさんとムンニルさんもね、得意のキックとか膝蹴りとかさ、パンチね、フック、アッパー教えてもらってもいいですかね。はい、はい、じゃあ最後、じゃあみんな立ってもらっていいですかね。はい、じゃあ構えてもらって、チャンネル登録よろしく。はい、もう一回、せーの、チャンネル登録よろしく。はい、めっちゃまとまりやりましたね、ありがとうございます。はぁー、リーフェンタジー、リーフェンタジー、リーフェンタジー、イエー、ロスプライズ。モテてモテてしゃあない、モテてモテてしゃあない、モテてモテてしゃあない、モテてモテてしゃあない。昇竜拳、波動拳。